皆さん、こんにちは。生活している中で病気や不慮の事故で車椅子生活を余儀なくされてしまうことがあります。今回は芸能人で車椅子で生活していた人たちについてご紹介していきたいと思います。黒柳徹子、日本でテレビの放送を開始した初日からテレビ出演を続ける日本史上最初のテレビ女優である黒柳徹子さん。そんな黒柳徹子さんが最近、車椅子生活なのでは、歩けないのではと心配している方が多いようです。結論から言うと、2023年現在、黒柳徹子さんは車椅子生活ではなく歩くこともできます。2023年10月3日に開かれた続窓際のトットちゃん観光記者会見で元気に歩いている姿が、黒柳徹子さんの YouTube チャンネル徹子の気まぐれテレビにて公開されていました。本年90歳とは思えないしっかりとした足取りでした。手すりや介助もなく歩くことができています。なぜ黒柳徹子さんは車椅子生活ではと心配されたり、歩けないのではという噂が立ったのでしょうか。おそらくそれは過去の骨折による車椅子生活が原因かと思われます。実は黒柳徹子さんは今から6年ほど前の2017年8月末に大腿骨を骨折されています。詳しい骨折の原因については公表されていませんが、2017年9月28日に開かれた主演舞台思い出のカルテットもう一度歌わせての公開稽古に車椅子で登場して話題になりました。報道陣の取材に、黒柳は大体大丈夫ですよ、うまくいけば歩いて出ようと思ったんですけど、どこでつんのめるかわからないし、誰が押すかわからない、車椅子に座ってた方が皆さんも安心でしょと、すでに歩行できる状態であったそうです。骨折の原因を聞かれると、年取ったって言わせたいのと苦笑いし、詳細な理由は明かされませんでした。現在ギプスなどでの固定はしていないと言います。ちなみにその後、黒柳徹子さんの舞台での役が車椅子に変更されたとのことです。骨折から1ヶ月後にはすでに歩ける状態まで回復されていたようですが、車椅子に乗った黒柳徹子のインパクトがなかなか強かったためか、それ以降も黒柳徹子は車椅子で歩けないと思っている方も多いのかもしれません。また黒柳徹子さんのレギュラー番組徹子の部屋では一度も立ち上がることなく座りっぱなしなので、そのことも噂になった一因と考えられそうです。なんせまだまだお元気そうでよかったですね。北島三郎、大御所演歌歌手として知られる北島三郎さん、2013年の紅白出場を最後にテレビへの出演が一気に減ったようです。そんな北島三郎さんは2023年現在車椅子生活を送っています。北島三郎さんは2016年8月自宅で転倒し頸椎症性脊髄症と診断、その後2019年11月には左足の指5本と右足の指2本を骨折する全治2ヶ月の重傷を負ったそうです。この時一部では両足切断の闘病生活というデマ情報も流れてしまったとか、怪我を負ったことが原因で車椅子生活を送っているという北島三郎さん、現在の病状を多くのファンも心配しているといいます。車椅子生活になったものの仕事には一切穴を開けないと意欲を見せているという北島三郎さん。2022年7月19日に八王子で開催されたコンサートでは3時間以上の長丁場を歌い切ったそうです。車椅子に座ってはいるものの歌声には張りがあったといいます。2016年8月に頸椎症性脊髄症と診断されたものの、その後北島さんの病状が悪化したという報道はありません。パワフルなステージの様子から病状は少しずつ回復に向かっている感じですね。北島三郎さんが診断された頸椎症性脊髄症とはどのような症状なのでしょうか。北島三郎さんは2016年8月自宅で転倒し頸椎症性脊髄症と診断。
翌月には手術を受けたそうです。ただその後も歩行がおぼつかないようで、北島さん本人も今一つ動きが思うようにいかない、この症状とはずっと付き合っていくしかないと病状について明かしていました。北島三郎さんが患った頚椎症性脊髄症と、歩行で足がもつれる感じがする、細かい手先の作業が難しくなる、手足がしびれる、階段の上り下りが困難になるといった症状が現れる病気です。加齢による頚椎症の変化が原因で、頚椎の脊柱管の中にある脊髄が圧迫されて上気のような症状が出るといいます。また手術で完治するとは一概には言えないようで、温熱療法や牽引療法なども活用されているようです。2019年11月、足の指を7本も骨折する全治2ヶ月の重傷を負った北島三郎さん、どうやら頚椎症性脊髄症の影響で足元がおぼつかないことが転倒につながったとも言われています。西田敏行、テレビドラマ初出演から半世紀が過ぎ、演じる役柄も年齢相応になってきた西田敏行さん、近年は歩行に杖を使ったり車椅子姿の役を演じたりしていることから健康不安説も浮上していますね。西田敏行さんは2023年に76歳を迎えますが、50代以降は病気や怪我に悩まされ続けました。54歳の時には首の骨が変形して神経が圧迫され、手足のしびれが起こる頚椎性脊髄症で入院、神経圧迫部位を除去する手術を行い、翌月に仕事に復帰しています。55歳の時は自宅で倒れて救急搬送、心筋梗塞を起こしていましたが、処置が早く一命を取り留めました。この頃の西田さんは腸のつくヘビースモーカーで、お酒も大好き、高血圧や糖尿病などの心配も抱えていたようです。復帰後のコメントによると、ここで死んだら遺作のタイトルがゲロッパになってしまうので、それだけは避けたかったとのこと。さらに68歳の時、自宅で就寝中にベッドから転落して首を痛め、頚椎亜脱臼に、その手術を受けた直後に胆嚢炎も発症し、摘出手術を受けています。大病を経験したとはいえ、その後も出演作は途切れていないほか、コロナが感染拡大した2020年には日本俳優連合理事長として俳優の休場を政府に訴える一幕もありました。こうした活動を見る限りは、まだまだ意気盛んに見える西田敏行さんですが、その一方で体調を心配する声が上がっているのも事実です。とりわけ注目が集まっているのが下半身の異変。というのも、ここ数年はドラマや映画で歩いたり走ったりするシーンがないに等しく、座っている場面がほとんど、また歩くときに杖を使っていることから歩行が困難になっているのではと思う人も多いようです。俺の家の話では、介護される父親に扮し車椅子姿で出演中の西田敏行さん、撮影現場では休憩中も車椅子に乗ったままで、自分で歩くときは杖や手押し車がないと厳しい状態だといいます。永瀬智也さんが支えて歩くシーンの撮影で、西田さんがよろけて体勢を崩し転倒しそうになったこともあったそう。永瀬さんがとっさに体を支えて事なきを得たようですが、思うように体を動かせない状態で現場に臨んでいることがわかります。所属事務所によると、膝を痛めている事実はあるものの、深刻な病気ではなく加齢による関節の悪化とのこと。ドラマや映画出演の際はあらかじめ事情を伝えて仕事を引き受けているそうです。2023年現在も持病の糖尿病の治療のために通院しているという西田さん、糖尿病治療の傍ら、撮影のない日にはリハビリ姿を見られないよう人目を忍んで都内の病院を訪れて、リハビリルームを貸し切りにして汗を流しているようです。演技者としての従来の動きを少しでも取り戻そうとする役者魂が伝わってきますね。生きている限りは役者を続けたいと自著で述べている西田敏行さん、幸か不幸か俳優業には定年退職がありません。
満身創痍の状態で仕事を続けていたことに驚かされますが、ぜひとも生涯現役を貫いてもらいたいですね。松田聖子、日本アイドル歌謡史上で最大級の成功を収めた女性歌手の松田聖子さん、1980年にデビュー。風は秋色から夏の扉、赤いスイートピーなど24作連続オリコン1位は、2000年にビーズが破るまで不当の記録を残し、ぶりっ子、聖子ちゃんカットなど社会現象も数々と起こしました。そんな松田聖子さんは過去に車椅子でいる姿が目撃されています。2017年7月8日9日の2日間、松田聖子さんは日本武道館のステージ上にいました。コンサートツアーデイジーの東京公演真っ最中でした。しかしその姿はいつもと違った様子でした。なんと全曲椅子に座りっぱなしで歌っていたのです。不慮の事故で怪我をしてしまったみたいです。松田聖子さんはコンサート中何度もごめんなさいねと口にしていました。芸能関係者によると、松田聖子さんはコンサートの1週間前に転倒してしまったのだそうです。後ろ向きに滑るように転んで腰と背中、それから肩を強打したそうです。かなりの重傷で、コンサートの2日前までは起き上がることもできず、武道館公演は中止も検討されました。しかし聖子さん自身がコンサートの開催を強く希望したことで、予定通りの開催となりました。松田聖子さんがどうしてもステージで歌いたかった理由、それは2つあったそうです。松田聖子さんは故郷の福岡が豪雨の被害を受けたことにとても心を痛めていて、歌うことで少しでも元気づけたかったのだそうです。もう一つは娘の神田沙也加さん、彼女の結婚を歌で祝福したかったのだそうです。その強い思いが2日間座ったままの舞台につながりました。両日とも痛み止めの注射を打ってのステージだったそうですが、それでも歌う時にはかなりの痛みが伴います。さらに転倒してからは食事もほとんど取れていないようで、いつ倒れてもおかしくない状態、まさに満身創痍でのコンサートとなりました。現在は回復しており、2023年は精力的に全国コンサートを開催しています。木の実奈々、若い頃には2時間サスペンスの常連女優だった木の実奈々さんですが、最近ではその姿をほとんど見ることがなくなりました。近況について調査してみると、ネット上では様々な噂が飛び交っているようです。ネット上では木の実奈々さんが車椅子生活を余儀なくされていると噂されていますが、完全なるデマであることが判明しました。2015年に沖縄で上演した舞台南阿佐ヶ谷の母の千秋楽を迎え、舞台を終えたことにほっとし気を抜いてしまったようで、舞台上から転落し左大腿骨を骨折してしまったようです。大腿骨を骨折するくらいですから、相当の大怪我だったと考えられます。日々トレーニングに励んでいたようですが、当時木の実奈々さんは70歳近くでしたから、骨も弱くなってしまっていたのかもしれません。この骨折から10日後には東京で舞台に立つスケジュールだったそうですが、大怪我だったこともあり、舞台演出を急遽変更し車椅子での舞台出演になりました。その姿があまりにも衝撃的で、木の実奈々が車椅子生活になったと言われるようになり、デマが拡散したのだと考えられます。現在は完治し日常を取り戻しているようですので、本当に良かったですね。現在も美しさを保っており、若すぎると言われています。和田アキ子、歌手タレントの和田アキ子さんが9月17日 TBSK アッコにおまかせに生出演しました。先週の放送で膝関節手術のため入院すると伝えていました。その手術を無事に終え車椅子で登場しました。和田アキ子さんは日常生活にも影響していたことから膝関節手術に臨む決意をしたといいます。トイレに座るのも大変だし、座ったら立つ時も大変と、昨年夏からの痛みが重症であったことを告白しています。もともと股関節を痛めており、
股関節を先に手術するはずだったそうで、年末か年明けにスケジュールを組んでいたそうです。お任せにも影響ないようにして、お正月も挟んでの計画だったそうですが、膝が思いのほか悪化してしまったそうで、これは急遽手術した方がいいということで、先に膝の手術を行ったとのことでした。和田明子さんは、痛みが止まらなかったの、ものすごく今でも腫れてるんですよ、そんでリハビリも必死でやってますけど、痛みが、とも話していました。手術をする前はテレビ映ってないところは引きずって歩いてましたし、立ち座り、座っても立っても痛い、股関節もあるから、これとリハーサルしてる時に声が出ない、立ってられないから、これはダメだなっていう。そしたらもう膝が思いのほか急スピードで悪化しちゃってと振り返っていました。本当は手術して最低リハビリも入れて2ヶ月か3ヶ月かかるって言われてとしたものの、来月18日には東京 NHK ホールでのコンサートを控えており、現在は術後のリハビリを頑張っていらっしゃるそうです。和塩伊佐子、1983年に雑誌草園でモデルデビューをされ、ドラマや映画などで女優として活躍されていた和塩伊佐子さん、次女が誕生する直前までは女優としてドラマや CM などでも活躍されていましたが、家事や育児に専念することが多くなり、2004年頃からテレビで見る機会が減りました。実は和塩伊佐子さん、2013年4月頃に歩けない病気になっているという報道が出ていました。2013年4月に女性セブンで報じられていた記事によると、具体的な病名は公表されていないのですが、原因不明の病気とだけ伝えられていました。原因不明の、完治が難しいと言われる病気でした。歩行や会話も困難になる可能性もあると言われ、リハビリ治療を続けなければいけません。和塩さん一人で出かけることは困難で、家族の生活のスタイルは大きく変わったそうです。実は2017年にも同じような内容の記事が出ていたので、おそらく何年もの間完治していない状況のため、女優復帰が難しいのかもしれません。中村さん自身もあまり病気について公表されていないのですが、歩行が難しいということで車椅子生活となっていることが想像できます。では歩行が難しいとされる病気とは一体どんな病気があるのでしょうか。原因不明で会話や歩行が難しいという症状からだと、多くの病気があることが分かりました。その中でここ最近でも取り上げられるようになった筋萎縮性側索硬化症、ALS、パーキンソン病などが症状的に近いのではないかと思います。まず、ALS に関しては、舌や運動するための筋肉などがだんだんと細くなっていく病気のことです。脳の運動神経、運動ニューロンの障害によって体の運動機能に影響を及ぼすものです。歩行や会話の障害という点を考えると、和塩伊佐子さんは、ALS の症状に似ているため、この病気を思い浮かべる方も多いと思います。次に、パーキンソン病に関しては、脳の障害の一つで自分の意識の伝達が体に伝わりにくくなる病気です。うまく脳から信号を伝えられないということで、手の震えなどが起きたりします。スムーズに体が動かなかったり、会話も抑揚がなくなり、声が小さくなるなども出るようです。症状だけ見ると、ALS と似ているのでこちらの病気の可能性もあると思います。松本伊代、歌手でタレントの松本伊代さん、実は一時期車椅子生活になってしまうのではないかと騒ぎになっていました。 TBS によると、松本さんは24日金曜放送の狼少年の収録にゲストとして参加、クイズで不正解だと落とし穴に落ちる企画即落ちで、クイズ不正解となった松本さんが深さ 2.7 メートルの穴に落下、その際に腰を痛め診察を受けたところ、全治3ヶ月の腰椎骨折と診断されたといいます。整形外科医によれば、骨がスカスカの高齢者だとくっつくのに半年かかりますが、57歳の女性で全治3ヶ月というのは重傷、転落した際の衝撃は相当なものだったと思います。腰椎骨折は激痛が走るため
今は座薬などの強い痛み止めを使っても痛みで眠れない、休めない状態ではないでしょうか。激痛は1ヶ月ほどで収まるというが、その後元通りの生活を送ることができるかどうかはわからないそうです。椎間板ヘルニアを併発したり、骨折に伴い腰椎の中を通る神経が傷ついて、ひどい場合は寝たきり、尿漏れや尿意を感じなくなる排尿障害、しびれが残って歩行が困難になることもあります。基本はコルセットをつけて骨がつくまで安静に過ごしますが、手術をすることも、きちんと治さないと長時間歩き続けることが困難になり、今後旅番組やロケ番組の出演は難しくなります。転落の際に打ちどころが悪くて頸椎がずれていたら即死してもおかしくなかったです。即落ちは過去にも2回収録しており、今回もウレタンを高さ 1.2 メートルほど敷き詰めてクッションにし、事前にシミュレーションを繰り返していたといいます。現在は関西テレビの情報番組よーいどん、月から金曜午前9時50分関西ローカルの火曜日 MC としてスタジオ生出演で仕事復帰しており、精力的に活動なされています。鮎川泉、必殺仕事人など多くの名作に出演し活躍をした鮎川泉さん、鮎川泉さん TBS 系の時代劇大岡越前にお連役で準レギュラー出演だった。1992年にプライベートの事故で足を骨折し3ヶ月の入院、大岡越前は途中降板し、その後突如芸能界を引退、41歳の頃でした。鮎川泉と検索すると足切断で関連ワードが出て多く検索されているようで、現在は車椅子生活を送っているのではないかと思われているかもしれません。ですが実際は足を骨折する事故は起こしましたが、足は切断はしていません。20年後のインタビューで芸能界を引退した理由について、プライベートで足を骨折し3ヶ月入院した時に決心しました、自分は芝居が下手だって気持ちがどこかにあったんですね。その後は広告代理店を起こしたり主人と結婚したりといろいろあり現在に至ってますと話しました。引退後は広告代理店を設立しました。現在は化粧品の会社を立ち上げており起業家として活躍をされています。小野陽子、20世紀を代表する音楽家の一人、小野陽子さん。小野陽子さんは現在89歳、歩行困難で車椅子生活との噂がありましたが、最近鬱を追い払うためにせっせと歩いていることをツイートしました。陽子さんは1月26日ツイッターにこう書き込んでいます。鬱から抜け出すためにやっていることがある。だいたい80街区を歩いている。そうすると本当に気持ちが高まる。街区とは通りに囲まれた一区画、ブロックのこと。海外メディアによれば陽子さんが住んでいるニューヨークでは1街区の南北の平均距離は約264フィート約80メートルだそう。ここから計算すると彼女が歩く80街区の距離は約4マイル約 6.4 キロメートルということになる。陽子さんはここ数年公の場に姿を現すことがほぼなくなっている。そのため健康状態が良くないのではないかという噂がありました。2017年に陽子さんは全米音楽出版社協会からセンティニアルソングアワード世紀の曲賞を贈られ式典に出席していましたが、その時息子のショーン・レノンさんが押す車椅子に座っていました。受賞のスピーチではこの病気になったことで多くのことを学んだ、その経験に感謝していると話しました。ですが病気についてそれ以上具体的なことは言われませんでした。さらに2018年2019年にもショーンさんや介護人に付き添われ車椅子や杖を使う陽子さんの姿が撮影されている。結局どういう病気かは今も分かってはいませんが、2020年にメディアが彼女に近い人に取材したところ陽子さんは
24時間のケアが必要で、住居のあるダコタハウスから出ることはほとんどないとのことでした。エスパー伊藤、お笑い芸人、画家として活動をされていたエスパー伊藤さん、小さなトランクの中に入る芸はめちゃ面白くて、今までにない体を張った芸が特徴でした。そんなエスパー伊藤さんは現在車椅子生活を送っているそうです。エスパー伊藤さんはもともと2018年頃から体に不調が出ていました。不変形性股関節症と突然眠気が襲ってくる原因不明の症状に侵されていたんです。治療に専念するためにエスパー伊藤さんは芸能活動を休止し、治療に専念されていました。その時に受けた股関節の手術後に多発性脳梗塞を発症し、リハビリのため入院するという長い闘病生活を送られてました。2020年になっても入院生活は続いていました。脳梗塞の影響で言語障害と顔面麻痺も発症してしまったんです。長い入院生活の影響で収入がゼロになり、生活保護を受給されていました。入院や手術費用は事務所社長が捻出されているのだとか。2021年の頃にやっと退院されたのですが、その後連絡も取れず行方が不明になっていました。エスパー伊藤さんは現在老人ホーム生活をされていました。この生活は1年以上も続いていたそうですが、新た型コロナウイルスの影響により病院から老人ホームへ移動したものと思われます。病状の方は認知症を発症してしまい、日に日に進行してきている状態だそうです。半分寝たきり状態になっているそうですよ。リハビリでは呂律や顔面麻痺などが回復しなかったと思われます。また長い入院生活とその後の老人ホームでの生活ですっかり体力や筋力、認知能力も低下してしまったようですね。カナ・アキコ、女優として多くの作品に出演をされていたカナ・アキコさん。そんなカナ・アキコさんですが、2013年にくも膜下出血で倒れて入院をされています。一時期は植物人間と判断されたカナ・アキコさんですが、一体現在はどうされているのでしょうか。2013年1月にカナ・アキコさんは自宅で倒れて入院となりました。そんなカナ・アキコさんを襲ったのはくも膜下出血。医師の判断は重度5で植物人間、脳死宣告を受けたといいます。一時期は呼吸器がないと自分で息もできない状態になっていたそうです。そんなカナ・アキコさんを支えたのは旦那さんでした。毎日本当に辛かったと話している旦那さんですが、懸命にマッサージを続けて体が固まらないように努めていたそうです。4年ほど前ですね。毎日マッサージを続けたら足が動くようになったんです。そして1年半ほど前にはもごもごと口を動かせるようになり、だんだん意識も戻ってきました。昨年の12月には流動食も飲み込めるようになったんですよ。そしてその努力の成果もあり、2016年には体が少しだけ動くように、さらに2019年には流動食を飲み込めるようになるなど、回復の兆しが出てきたと回答されています。声かけをすると反応をしてくれるまでに回復。この他にもカナ・アキコさんは旦那さんが声をかけたら反応できるまで機能が回復されたそうです。また2020年10月からのリハビリでは会話の練習もスタート。それまではうなり声が出せる状態だったのですが、回復のスピード的に会話ができるようになると医師に言われたんだとか。カナ・アキコさんは海の近くで生活をしたいという願望があったようです。そのためその夢を叶えるために熱海に自宅を持っていたという2人。そういった経緯もあるため、旦那さんとしては昔一緒に過ごした熱海で余生を暮らしたい、そう考えているんだとか。いかがだったでしょうか。今回は病気や不慮の事故によって車椅子で生活していたことのある芸能人さんたちを紹介してきました。最後までご覧いただきありがとうございました。コメントを残していただけるとありがたいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。